皆さんこんにちは、ミヤクレです。ですね、今回は、電波人間の RPG フリーやっていきたいと思うんですけども、先ほどちょっとね、お金をね、ゴールドを集めて110万円ほど貯まって、やって、リサイクルやったんですよ。で、リサイクルをね、やった結果がまさかのちょっと結果すぎて、今動画躊躇撮ろうと思ってます。撮ってます。そしてですね、まあ何がそんなすごいのかっていうとですね、まあレア7のリサイクル1回もやったんですよ。110万ぐらいあったんで、レア7のリサイクル1回のに30万かかるじゃないですか。だから3回やろうと思ってやったんですよ。で、やったのが電気の爪か、電気の爪を3個ねリサイクルに出して、レア7のリサイクル1回やったんですけど、1回目でなんとですね、なんかねレア8が来てで、悪の尻尾来たんですよ。はい。それはまあ、悪の尻尾は、2つ持ってて、で、それゲットして3つ目だったんで、まあ、ちょっとそんなにいらないかなと思って、前の動画で、レア8やった時、F のガルネット来て、それと、幸せタボテンが1個あったんで、それで、やったんですよ、1回。またレア8をね。だから、そっか、ちょうど、溜まったぐらいかな。で、1回やって、で、リア8やったら、なんと、リア9がさらに、リア7とかリア6って、上か下じゃないですか。上か下か、でも同じか。で、なんと2回連続でね、次のリアリティのものが来て、なんとリア9が来て、で、その来たリア9の、リサイクルがこの今出てる、50の塔ってやつか。この50の塔ってやつなんですけど、なんとこの金額、売れる金額が、なんだこれ、一十百千万十万、百万千万、3750万っていうことなんで、3750万っていうことは、つまり、6回ぐらいできますね。なんで、ちょっと、信じ合えないね、なんか、奇跡。で、なんか3750万って、なんかもうゴールドゲット何回分なんだよって、ゴールドゲットやってないですよ。要塞の宝でやってるんですけど、ちなみにゴールド狩りは。それを何回やったらゲットできるんだよっていうぐらい、まさかのね、結果で。で、一番確か、リア級の、まあ、これ高級品なんですけど、高いの、確か富士山だったはずなんですよね。ちょっと見ますね、今。あ、やっぱ富士山ですね。富士山が1億円なんですよね、買う金額が。なんですけど、これですね、50の塔なんで、さっき出たやつが。これ買った時の金額が、ですね、見ますかね、5000万なんですよ。5000万ってことは、まあ、3750万とかだったかな。だから、1250万ぐらい。まあちょっと敷かれちゃってるんですけど、まあもう、リサイクルで、リア9で本当やって、リア7でやっただけで、こんなにね、なんかお金を集めるのに、なんかダブルアップチャンスやるよりも、なんかめちゃくちゃね、運のいい、なんかゴールドのゲットの仕方っていうか、まあまだやったんですけど、じゃあちょっと売りますね、それ50の塔って。さすがに、富士山がね、もうリアリティ同じなんで、富士山も出たらもうさらにね、稼げたと思うんですけど、まあまあ。じゃあちょっと売りましょうか、今。よし、じゃあちょっと売ります。50の塔。いやー、こんな、はい、売りました、今。はい、金額がこちら。あ、3767万6034円です。てか今までね、1000万円超えのね、金を持ったってことが一応もないんですよね、まだ。なんでめちゃくちゃね、稼げたんじゃないかなって思います。てかね、こんなゴールドのいいね、ゲット仕方なんて、ちょっと、正直言ってびっくりしてます、自分でも。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。今日の動画がすごいとか、思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。おう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 、ほいほい、1234567888、トゥリン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 、あれワープしないぜ、なんだ。